こんにちは、頑張るジムの杉田です。今日バッタのポーズについて解説します。どういう解説をするかというと、バッタのポーズをした時に胸がこううまく持ち上げられない人ですね。胸を持ち上げることができずにこういう感じで止まってしまう人に対して、どういう練習をすればいいかということについて説明したいと思います。背筋の問題っていうことも、まあ、もちろんあるんですけど、それよりは、肩周りの筋肉がうまく使えてないっていうことから、今回はアプローチしたいと思います。最初の練習としては、手をこう後ろに押す練習をします。これをうつ伏せでやるとあのバッタのポーズみたいな動きなんですけど、これの時にただ手をこう後ろにすると肩が引っかかってしまいます。肩甲骨がうまく寄ることができないので、ここから先肩から視点になってこういう動きしかしないで揃おうとするので、うまく背筋に力が入れづらい状態です。これどうすればいいかというと、最初手を内側にキュッと入れます。入れた状態で肩甲骨を寄せにきます。キュッとして肩甲骨を寄せます。でそうするとただ、最初から開いて寄せるよりも一回内に入れて寄せた方が肩甲骨を寄せやすいです。一回内に入れて肩甲骨を寄せて、でそこからさらに手のひらを外に開いてもう一段階寄せてきます。ここまで来てから肘から下だけ後ろに向けてぐっと後ろに手のひらを押してあげると、うまく背筋に力が入りやすくなります。立ってる状態だと、何回も練習できるので、これで感覚をつかんだら、うつ伏せでバッタのポーズを練習してくれるといいです。で実際うつ伏せでもやっていきましょう。上げる前に、まず肩を内側に入れます。内側に入れて肩甲骨を寄せます。肩甲骨を寄せたら手のひらを外向きにします。でもう一段階肩甲骨を寄せて、そこから手のひらだけ、肘から先で手のひらを上にして、天井をこのまま押すようにすると、うまく背中の力が入ってくる。で、バッタのポーズだったら足も上げていく。こういう状態ですね。すると、胸が上げやすくなってきます。これができてくると、後屈の動き全体的にもつながってきて、例えば、弓のポーズなんかで、肩が前にして上がらない人なんかも、しっかりと、こういう状態で上げてあげると胸が上がってくるんで、しっかりと弓のポーズなんかの時も上体を上げやすくなってきます。でこれなんかが、コブラのポーズにもつながってくるので、今の状態の背中を作ってから肘を曲げてコブラのポーズをやってあげると、すごく胸が起こしやすくなってくるので、後屈苦手な人なんかで、まあ、お腹が硬かったりとか背中が弱いっていうのはもちろんあるんですけど、それのさらに原因として肩甲骨周りの動きがうまく動いてないために周りの筋肉と連動させづらいので、いくら練習しても刺激がいかなかったっていうことがあるので、こういう、ちょっとした動き方、刺激の入れ方を一つ変えるだけでも動きが良くなって、一つのポーズが変わるとそこから派生してだんだん、難しかったポーズなんかも、あ、こんなにやりやすくなるんだっていうことが、体験できるかなと思うので、それの代表的なものの一つとしてバッタのポーズで違いを感じていただければ嬉しいかなと思っています。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。また次回のレッスンでお会いしましょう。